ドド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 何度ぐらいとかやりましたけど、ね、楽しかったね。非常に楽しくやりましたけど、うん、今回は、はいはい、かっこいい駅名ほうベスト10を持ってきました。全国の、全国の、そうです。うわー、ここ調べたら、うん、意外とかっこいい駅名めちゃくちゃあるんですよ。マジでこんなにあるんだと思います。本当に。はい、その中から今回僕が、うん、もう厳選して、はいはいはい、はい、最強のイケメンたちを揃えてきます。え、コスト揃いだね。そうではないですけど、違う、ね、あの、ラスト中にかっこいい駅名を揃えてきました。ちょっと何これは、女性ファン必見じゃないこれ。必見でございますよ、ね、やめちゃいますよ、皆さんね。第10位が、天王寺前夕日が丘駅でございます。やばい、なんそれ。天王寺って夕日もあるの、はい、最強やん。これが10位ですからね。これが10位、はい、1位どうなるのこれ。もうみんな気にしちゃいますよ、かっこよすぎて。もう四天王ってポケモンやん。かっこいい。シバとか出てくるよ。懐かしい。知ってますそれ、シバとか。ドローニャ扱いだ。ドローニャじゃないか。ドローニャ弱そうです。でも夕日が丘ってめちゃめちゃロマンチックやね。なんか本当防波堤に沈んでくなんか夕日のシーンみたいな。確かに確かに。スカイリブンじゃないかさ。スカイリブンじゃないかさ。スカイリブンじゃないかさ。ねえ、あの、スカイリブンですか。サッカー11って言ってました。サッカー11人っていうね、シンプルなアニメです。エンディングとかにね、流れてきそうな、その夕日とか。いや、そうそうそう。その夕日に芝が走ってくる。天の芝が夕日に向かって走ってくる。第10位が、はい、毘沙門駅。龍之介がいるの。え、怖っ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 。芥川龍之介が書くようなね、タイトルですけど、毘沙門駅小市です、ね。かっこよ。これはね、青森県津軽鉄道、津軽鉄道線です。場所も渋い ね, ね。またさ、津軽ってもつだね。そもそも毘沙門店ってあれ、あ、え、どういう、見たことある内容というか。毘沙門ですか、毘沙門店。いや、ない、ない、ないです。ないよね。な、どういうストーリーなんだろう。え、それなんすか、実際にあるんですよ、毘沙門。っていう、なんか、あれでしょ、本があって、小説か。知ってるんですか、あの、芥川龍之介の毘沙門店は、はい、あ、有名なんですか。もしかしたらですけど、羅生門じゃなくて。サッカーイレブンに続いて、ビシャモン。ラジオモンですよね。それ。これつけてもいいかもね。ビシャモンくん。ビシャモンくん。あ、鈴木ビシャモン。モンってあんま昔すぎないですか。確かに。ドラえもんみたいな。第8位は、うん、これね、メトロさん知ってるかもしれないね。え？いきます。うん。天王寺アイル駅。あー、すごい。もちろん知ってる。んですよね。モノレールですよね。モノレール。モノレール。うわ、ね、すごい。東京モノレールか。東京モノレール。好きだって言ってましたね、東京モノレール、ね。大好き、俺。大好きだな、東京モノレール。景色とかね。そう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 。好きだって言ってね、これこそ本当にマジだからね、ほんと、ホストにいそうな名前だね。天王寺アイル。天王寺アイル。確かに。ナンバー、え、もう、ナンバー4みたいな。確かに。ね。どうも、天王寺アイル。いるいる、かっこいい。この名前でやってる、活動してる、うん、ホストの方とかいるかもしれないけど。マジ、あ、今止めてくださいね。僕やってます。東京モノレールといえば、僕とね、メトロさんで、なんか過ぎてのオーディションの帰り、一緒にフジテレビ眺めながら乗りましたよ、ね。乗ったねー。乗った乗った。はい、先生、多分それは、多分、ゆりともめじゃないそれ。うわぁ、ちょっと、はい、出た、ボロ出た。さあ、反撃開始ですよ、僕も。第7位が、はいはいはい。竜王駅。え、はい、表示されてます。え、誰がいる、ハブさんとかいるのかな、ハブくないない。違う、竜王の、シンプルに、竜に、もう。うわ、かっこいい。これはもう、本当に、最後のボスが竜王神っていう。めっちゃかっこいい。本当のボスの本当のボスがいて、はい、そうですよね、これ竜王だし、もうそこの駅はほらボスがいる。あの土地に、うんうんうん、昔実は本当竜がいてみたいな伝説がある、はいはいはい、あ、駅かもしれないしね。ちなみにですね、うん、山梨県 JR 東日本中央本線ですね。あ、そうなんだ。の駅名ですんで、まあ、山梨っていうことで開けた場所ですから、そっか、いいかわかんない。山梨がもしかしたら竜を生んだ都道府県なのかもしれない、土地かもしれない。かもわかんないですね。ね、もう完全にもう想像ですけど、僕ら。
ないですから、今日。違うの今日。全く関係ない。あ、違うの、ね、アイル君でもライダーです。あの、アイルさんが、アイル、女の子、すいません。かっこいい。決めやってますからね。あ、そうか。お願いしますよ。第6位が、うん。はい。武蔵大和駅。ええうわ、かっこよ。武士が二人いるよ。マジかっこよいですね。え、武蔵大和？武蔵大和駅。かっこいい。ちなみにこちらはね、西武鉄道多摩湖線ですね。武士東京っすか？東京です。なんでこんな東京にいて、俺たち知らなかったんだろうね。ですね。これこそ名前ですよ。大和くん。いよいよね、武蔵くんでもいけるから、ね、武蔵もいける。なんか昔なんか大和、なんか大和流進だっけ、うん、なんか昔なんかそういう武士がいたんだよね。すごい。めちゃめちゃ強い、うん、大和武蔵って人と大和という、はいはい、本当に二人いた武士が、はいはいはい、それかもしれない結婚したかもしれないよねカップルとか行ったらもしかしたら本当にね成就できるかもね。もう結婚できますように。でもちょっとゲーだけどね、うん、ゲーのお話になっちゃうけど、ね、確かに確かに同性愛なんで。そうですそうかそう、武蔵と大和だ。そうです。自由カップルですかやめてくださいね皆さん。第4位ですね、はい武蔵駅。来たってこの流れで、この流れで来ちゃいました。来たかもう宮本武蔵だって。えもしかして、え武士ですもん。もうそうだよね。本物ですもん。あ、いつの武士宮本武蔵。え、宮本武蔵でも室町時代でも戦国のその、うん、なんですか、武将たちの争いに入ってましたから。そうだよね。あの二刀流の有名な、ああですよね。今見る大谷翔平みたいなこと、まあそういうことです。そうだよね。また形は違えど、ちなみに岡山県地図急行地図線です。あ、地図が地元なんだ、武蔵君って。わかんないですけど、そこはちょっと詳しくね調べてなかったですけど。そうね。うん。もしかしたら、ね、そうかもわかんないですね。っていうことよね。名前つけるほどですもん、だって地名に。っていうことよね。東村山じゃなくて、はいはい、志村けんって気がするみたいなもんね。そうです。宮本武蔵駅はロケありですね。ありですね。はい。宮本武蔵さんのその遺族の方にお会いするロングインタビューします。この駅名つけられてどう思いますか。第4位。夜明け駅。え、どういうこと？夜明けです。もう、夜が明けるとか言って、夜明け。あ、聞こえ、待って、鳥肌立った今。逆にかっこいいわ。この、またちょっと違うかっこよさです。そうだね。言葉としてのかっこよさ。なんか、エモい、おしゃれ、かっこいいが混じってるよね。うん、これちなみに、大分県 JR 九州の九大本線ですね。九大本線、はい。文字言葉出ないのかっこよすぎて。シンプルに浸りたいですよね、夜明け駅って。確かに。駅員そこでやったら言いたいよね。ちょっと、お前どこで働いてるの？俺、夜明け駅。言いたいよね。かっこいい。僕ね、そういう、ちょっとロマンチック好きなので。鼻につくんアーティストの方とかがここでなんかさ、はいはい、歌詞とか書いたらすぐ浮かびそう。夜明け駅。夜明け駅で。まあ、確かになんか、エモい曲が出来上がりそうですね。ねえ、なんか、アクアタイムズさん、ぜひ、いかがでしょうか。第2位は、はい。会津山村道場駅。ごめんなさい、早口言葉やって。何新春シャンソン歌手のなんつったよ。新春シャンソン。違います。会津山村道場駅。道場と武道の道場。もう道場。その駅自体にもしかしたら道場がある可能性があるよね。全然ありますね。すごい。しかも駅のね、看板というか、うん、ちょっとさっき画像で見たんですけど、はいはい、本当に筆で書かれたような。かっけ！会津山村道場駅って書かれてました。すごい、やっぱ道場がもしかしたら近くにあって、うわ、まあ、そこからいろんなね、武道家の人が生まれたのかもしれない。じゃあ日本のあらゆる金メダリストもここから生まれてんだ、もしかしたら。ここで練習して、ここで練習して、世界羽ばたいてんだよ。かもわかんないですけど、会津鉄道ね、会津線なんですけど。そうなんだ、かっこよ、武道ね。武道とかやってきましたね、そんなもん。ポール専用、僕はソウル専属でございます。そうですよね。ポールがないと僕は動きません。武道はやりませんもん。やりませんよ。いや、僕はちょっと和太鼓やってたんで、ちょっとなんか道場っていう字に惹かれましたね。そうか、なるほどね。では、第2位。はい。雷電天神川駅。雷中いた。ポケモン好きね。雷中来た。雷中とは言ってない。あ、違うの？なんなんで、これ結構なんか神様とかさ、なんかそういう、うん、天とか神とか、うん、そういう名前つけがちだよ。確かに、そうですね。ね。やっぱ日本ならではですよね。それは神社が近ければその名前つくし。そうだよね。ね。じゃあ大仏駅とかもあるんじゃない？もしかしたら。絶対ありそうですね。ね。何大仏駅とか。何々大仏駅とか。だって何々神社駅とかあるじゃん。あります。松陰神社前とか。ある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 。ワンチャンこれ大仏駅あるぞ、これ。
そんな欲しいですか、大仏。どうですか、もう今ね、第10位から2位まで聞いていただきましたけども、これを差し終えてのトップがいらっしゃいます。うわ、マジどこ、はい、ハゲ駅なわけない。でも最後駅名に入れましょう、それは。それでは行かせていただきましょう。はい、第1位、うん、海の王迎え。神様来たよ、かっこよ。もう字はこうですね、もうシンプルに海の王迎え駅。高知県のこれはね、土佐黒潮電鉄道中村線ですね。うわ、すっごー、はい、海の神様を迎え入れるんだ。ワンピースに出てきそうだね。マジそうですね、海の王みたいな。確かに小田栄一郎さんの地元ではないと思います。それ地方くらい行ったらどうなります、海の王迎え。もう10万人いてから来てください。突っ張れる。お前ら迎えられない。厳しい。厳しいよ、海の神様は。一応その今ね、こう、はいはい、ボイちゃんが住んでるこの駅もさ、うん、かっこいい名前じゃん。かっこいいですね。そこね、ランク外でちょっと残念だったけどね。ちょっとね、ここは入れようと思ったんですけど、まあ、個人情報が強すぎて、ちょっとやめさせてもらいました。大人の事情です。夜明け駅とか行きたくないよ。夜明け駅。テント張ってさ、夜が明けるまでさ、なんかロケしてもいいじゃん。あ、帰ってくださいって、銀さんが言ってますよ。これいいね、面白いね。面白い。またやりたい。僕らも勉強になりますし。そうですね、そうそうそう。皆さんもね、楽しんでもらえると思いますし。ねえ、だからコメント欄もね、あの、ずっとあるじゃないですか。うん、なんか、ここ私住んでる、ここに住んでるとかさ、うん、コメントあると思う。欲しいですね。これ欲しいね。ぜひ、ぜひ、お待ちしておりますので、ね。皆さんの最寄り駅、これからも当てていきますよ。はい、よろしくお願いしますね。はい、じゃあ次はね、またちょっとね、うん、また違った駅名など、はいはい、紹介できたらと思います。そうですね。はい、その際はまたぜひね、お願いします。関裕斗という本名かっこいい？うん、かっこいいです。あ、嬉しい、かわいい。危なかったもんね、下手なもうこっちみたいな。危ない。裏でね。では、うん、かっこいい駅名ベスト10を発表いただきました。ありがとうございましたね。本日ねお越しいただいたメトロさんでね、うん、チャンネルも概要欄に貼っておきますのでね、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いしますと。はい、ということでまた皆様お会いいたしましょう。シーシーついでに恋ダンス明日に向かって進むぞ。